クイズソムリエドンポルトガル編。こんにちは。毎回やってまいりました、初来のクイズ番組、クイズソムリエドン。さあ、私司会のテケさんでございます。今週もクイズに回答していただく回答者の方をご案内いたしましょう。世田谷区からお越しの TK さんです。 TK さん、いつもありがとうございます。もうあれじゃないですか、あのご家族あるいはご友人関係の方からこういろいろコメントいただいたりとか、こう番組の感想とか言われたりとかしないですか？ない。ありがとうございます。はい、では、この、出題の形式についてご紹介いたします。クイズは全部で10問、出題されます。10問正解いたしますと、回答者の方には素敵な、粗品が、景品として漏れなく差し上げておりますのと、あとさらに全問正解した方には掘りずに、次回も回答者として参加していただくという次第で、毎回 TK さんありがとうございます。そんなわけで早速問題の方行ってみましょう。今日の問題はポルトガルからでございます。おい、第1問、ポルトガルの第1問目、マリア・ゴメスの別名でも有名なポルトガルの白ブドウは次のどれ？フェルナン・ピレス、 B ・アリント、 C ・アンタン・バース、発音が合ってるんでしょうか？ A ・フェルナン・ピレス、 B ・アリントC、アントン・バース、どういう、発音でも、答えには、まあ、正解がありますので、では TK さん答えていただきましょう。 TK さん、お答えの方はいかがでしょうか？正解です。お見事、 A のフェルナン・ピレスでございました。まだまだ序の口ですね、このくらいはね。さあ、サクサク参りましょう。第2問目参ります。第2問、ビーニョヴェルデで有名なミーニョ地区の栽培方法で木にツタを絡ませる方法は次のうちどれ？ A アンフォルカード、 B アルジョス、 C ラモドス。 A アンフォルカード、 B アルジョス、アルジョス、C ロモドス。ロモドス。さあ、いかがでしょうか？お答えください。TK さん、どうぞ。さすが。お見事、正解のアンフォルカードでございます。いやー、ポルトガルもなかなか難問揃いですね。よくお分かりになりますね、TK さん。さあ、次の問題もサクサク参りましょう。第3問目参ります。第3問。ポートワインの問題です。ロゼのポートワインあるんですね。ロゼのポートワインに施される方法でタンニンの抽出を抑え色素を引き立てる方法を何というでしょうか？3択です。 A スキンコンタクト、 B ミクロオキシジェラシオン、 C マセラシオンオアショー。A のスキンコンタクトか B の、ミクロオキシジェラシオンか、C マセラシオンオアショーか。よく聞く名前ばかりですね。では TK さん、お答えのどうぞ。さすが、さすが。なんかもう答えが、答える前から伝わってきます。正解が A のスキンコンタクトが正解でございます。もう私はポートワインにロゼがあることすら、認識しておりませんでした。勉強不足ですね。さあ、次の問題参りましょう。次の問題、第4問目。第4問、図をご覧ください。TK さん、図見えてますか？大丈夫ですか？図をご覧ください。次の3つの地域で1979年 DOC に認定されタンニンのしっかりとしたバカ、というブドウ品種で有名、
しかも瓶内二次発酵のスパークリングワインの生産量が国内でも指折りの場所といえばどこ？バカーで有名な場所ですよ。 A バイラーダ、 B ラフォインス、 C ダオン。この発音でいいのかな。 A バイラーダ、 B ラフォインス、 C ダオン。ダオン。さあ答えの方言っていただきましょうか。TK さんお答えの方どうぞ。さすが、ありがとうございます。回答でございます。正解は A のバイラーダでございます。バイラーダ、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 バイラーダ。ちょっとラテンの血が騒ぎました。さあ続いての問題サクサク参りましょう。第5問、第5問目だけなぜか4択であります。気にしないでください。図をご覧ください。リスボン周辺の産地でアグアルデンテ、アグアルデンテと言われるブランデーで有名なのは次のどこ。ちょっと難しいかな。 A ローリニャー、 B ブラ、間違えた、 B ブセーラス、 C コラーレス、 D カルカベロス。もう一回発音します。 A ローリニャー、 B ブセーラス、 C コラーレス、 D カルカベロス。こんな答えのこう問題の出し方するクイズ番組あんまないですよね。まあいいか。どうでしょうか TK さん、ちょっと難しいかな。なんか悩んでおりますですか。ここはこう気合を入れてですね、お答えの方どうぞお願いします。さすが、お見事正解。いや悩むだけのことはあると思うんですよ。まあ全部なんか全部難しいと思うんだけれども、何問答えてもポイントがバーンって上がるとか、そういうあのクイズ形式ではないのでご容赦くださいませ。はい、サクサク参りましょう。で続いての問題でございます。第6問、クリスティアーノ・ロナウドの出身地といえばマディラ島。さあマディラワインからの問題でございます。マディラワインは18世紀にジブラルタル海峡周辺の紛争を機に、船団がマディラ島を中継地として経営しなくなったということで、島民がワインの市場を失った際の貯蔵手段としてワインの一部をあの蒸留して残りのワインに加えるというのが事の起こりと言われています。では問題です。マディラ用のブドウはポイオスという石垣で囲まれた畑で栽培されますが、そのポイオスの灌漑に使う山水ですねを、供給する水路を何というでしょうか。伝わってますか。3択です。 A レバタス、 B リーバイス、 C レディストロース。長い問題の割に答えは簡単な気がしますが大丈夫でしょうか。 A レバタス、 B リーバイス、 C レディストロース。お答えをどうぞ TK さん。お見事、お見事、 A のレバタスでございます。さすが、毎回キレのある回答ありがとうございます。さあサクサク参りましょう。続いての問題は第7問目になります。第7問、はい、醸造工程の問題でございます。現在は、96度のグレープスピリッツを発酵途中のワインに足すのが通例で、77度のポートワインと異なる点であります。ブドウ品種によりこのスピリッツを添加するタイミングが違いますが、ここで問題。次の
3つのブドウのうち、スピリッツを添加するタイミングが一番早いのはどれ？難問ですね。次のブドウの 3つのブドウのうちですね、スピリッツを添加するタイミングが一番早いのはどれ？ A. マルバジア、 B. ボアル、 C. ベルデーリョ。聞いたことがないブドウ品種ばっかり？そうでもない。 A. マルバジア、 B. ボアル、 C. ベルデーリョ。さあ、お答えの方定まったでしょうか？ TK さん、答えの方お願いいたします。さすが、お見事、正解でございます。いや、知らない問題ないですね。もうここまで来るとお見事でございます。こういうのはね、本当はね、こうブドウごとにできた、お酒を飲んで違いが分かるぐらいだといいんでしょうけども、予算の都合でできません。さあ、次の問題参りましょう。次の問題、第8問目、アソーレス諸島からです。アソーレス諸島で2番目に大きいピコ島、の主製強化ワインで、かつて、ロシア皇帝にもめでられていたのは次の3つのうちどれ？ A. ラジド、 B. ドレミファソラシド、C. ドシラソファミレド。もう一回言った方がいいですか？大丈夫ですね。はい、ではお答えの方をどうぞ。さすが、危なげない。これはサービス問題だったかもしれません。 A のラジドが正解でございます。さあ、お茶の間の皆さんも、もうちょっとで終わりですからね、お付き合いください。さあ、続いての問題、第9問、ポルトガル料理の問題です。福岡県の名家、鶏卵そうめんの元祖と言われる定女地方のお菓子は次のうちどれ？知ってるかな？はい、お菓子の問題ですね。 A. フィオスデオーリス、 B. ナボナ、C. 文明堂。もう答えの方分かりきってるかもしれません。 A. フィオスデオービス、 B. ナボナ、 C. 文明堂。ではお答えの方どうぞ。 TK さん、正解、お見事、フィオスデオービスでございます。お腹空いてきましたね。よかったら、アーモンドフィッシュとかありますけど、食べます？食べますか？大丈夫ですか？いっぱいあるので、よかったら本番のあたりでも、さあ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 、いよいよ盛り上がってまいりました。次がラストクエスチョン、10問目でございます。参りましょう。10問目難しいよ。第10問、1917年5月13日、ルシア、フランシスコ、ジャシンタ3人兄弟の目の前に現れた、いわゆる聖母伝説、ファティマ第3の予言というのはご存知ですよね。ファティマ第3の予言のその3番目の予言とは具体的に何？超難問。さあ、選択問題ではありません。ズバリそのお答えをどうぞ。 TK さん、出題するのも、意図があるんですね。お見事でございます。僕も知りたい最後の予言どうなんでしょうか。さあ、今日も、全問クイズに、正解していただきました、TK さんには毎回恒例ではございますが、アーモンドフィッシュ
1日分お持ち帰りくださいませ。ありがとうございます。そしてさらに、全問正解していただきました池江さんには次回もこの番組に回答者として登場していただきます。それでは池江さん、はい、そんなわけで、今日もお楽しみいただけましたでしょうか。次回もお付き合いくださいませ。クイズソムリエ丼、またお会いしましょう。ありがとうございました。